ノスタルジックすぎる絶景参戦。第3位、岐阜県飛騨高山。こちらは岐阜駅から2時間以上もかかる岐阜の観光地なんですが、江戸時代に栄えてた頃の景観がほぼ残っていて、食べ歩きしながらレトロな風景を楽しめる最高のスポットです。そして僕はビールが大好きなのですが、ビールの中でもズバ抜けて飛騨高山ビールが大好きです。下呂温泉や白川郷も近いので、飛騨高山ビールを飲みながら観光してみてください。第2位、大阪府道頓堀の浮世障子。関西一の繁華道頓堀の脇にあるのが浮世障子で、道幅は1メートルぐらいしかありません。僕は道頓堀をたまたまフラフラしてたら、たまたま視界に飛び込んできて現実ってなりました。マジで異世界の入り口みたいな感じなのですが、路地の両脇には大正から昭和にかけての道頓堀の絵地図やインスタ映えそうな提灯がたくさん灯ってるので、ぜひ道頓堀にいた時に通ってみてください。そして第1位、吉祥寺ハーモニカ横丁。こちらは住みたい街ランキング第1位の吉祥寺にあるんですが、昭和感が漂う超ディープな商店街でございます。ハーモニカ横丁には100以上の店舗があるんですが、もともと戦後の闇市がルーツなので、狭い間口のお店が所狭しすぎるほど並んでます。そして中でも5名から10名ほどしか入れない飲み屋がたくさんあり、しっぽり飲む方や熱く語ってる人が行さんいます。絶対行ってみてください。ということで今回はノスタルジックすぎる絶景3選を紹介しました。ぜひ絶対コメント欄に、こんなノスタルジックスポットもあるんだぜとか、ここ行きたいぜとか書いてください。そして全 SNS のフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。